なんかすげえのがいったな。じゃん。はい、こんばんは。こんばんは。良一くんの好きそうなものが再び届きました。ライト。はい、それなんだ。スルーナイトの新しいライトね。うん、これ何ですか？ TH10。 TH10。 はい、開けてみてください。じゃにーん。おお。はい、スルーナイト TH10。 これはヘッドライトではないですか。これ何が入ってる？ヘッドライト、電池、これなんだね。うん、超強力な電池18650。うん、そしてこの USB 何？はい、出してみてください。はい。お願いします。お、なんか台？あ、ここなんとかってやつだ。ここなんとか。そしてこの USB ケーブルはすごい気になるけど、出るとなんだ。お？はい、中身。お。充電器じゃないですか。このチャージとかなんかそういうとこ書いてあるから、多分ね。あ、なるほどね。これ充電器だと思うんだ。この USB で充電できるんだ。すごい。すごいね。あ、これもまさしくりょういちくんにうってつけだ。というわけですね。説明書はあるんだけど、全くもって分かりません。イングリッシュ。というわけで、充電済みの電池はここにあるんで、使ってみましょう。はい。オープン、オープン、オープン。これね、何で電池を入れると。どうした？どっちもバネついていて、プラスかマイナスか。本当だ。こっちもバネ。そしてこの中もバネ。さあ、困ったね。反対。反対だ。反対でした。はい、というわけで正解はこっちだね。このプラス側を中に入れる形でやればつくということで。つきました。それでですね、さっきこの台って言ったの、これね、これなんか予備っぽい、これ。ほら、これ。そうそうそう。この部品、ほら、この部品だから。まあ、切れた時のスペアってことだね。これすごい助かる。切れないように気をつけないとね。そうだね。つけてみてください。はい。まず、プッシュ。すっげえ明るい。でね、今調べました。一回消して。消灯状態から長押しするとファイヤーフライになるんだって。長押し。なるほど。これがね、いわゆるホタルモード、ファイヤーフライモード、これがね、0.2 ルーメンで65日間。わけがわからない。ほぼ2ヶ月。今から2ヶ月。まだ9月の1日だけど、これが消える頃にはもう11月になってます。嘘だろ、春日終わっちゃってるよ。でですね、これ通常の点灯してるモード、すっげえこれ。これからダブルクリックするとターボになるんだって。これもなんか、もうわけがわからない。凄まじく明るすぎてよくわかんない。家の中でこれわかんないな、これな、明るすぎて。テレビが虹です。それでここにね、もう一つモードがあるの。またこれつけまして、ね。これダブルクリックするとターボモードね、明るくなるの。さらにここからダブルクリックをしますと SOS モード、ヘルプという。あ、これってひょっとして先生、なんかモール信号になってるっぽくない？そうだよね。解読してください。俺には分かんない。S です。おお、すげえ。本当にこれ SOS なってんだ。なってる。あ、ちょっと感動した。すごいね。しっかり長さもきちんとなってるから、とても。ごめん、ちょっと本当に感動した。これ、山に持ってったらこれで素人でも SOS になるの？そうそう。すげえ。はい、というわけで父ちゃんですね、SOS モードにかなり感動しました。いや、SOS モードっていうからさ、まあ、フラッシュだと思ったんだよ。フラッシュだろうと思ったらさ、本当に SOS って打ってるなんて。こんで打ったの。すっごい感動した。すげえ。ただ、頭につけて SOS ってあんまりやんないような気がしないでもないけど、他のライトに欲しいモードだね。本当だね。ね。はい、つけてみました。サマルトリアの王子みたい。わかんないな。わかんないね。わかんないな。サマルトリアの王子なんだよ。サトシがつけたら完全にサマルトリアの王子だ。わかる人は手を挙げてください。というわけでですね。重さどう？軽い。軽い？頭ブンブン振ってみて、ブン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 、軽い、見た目的にかなり面白いけどね。じゃあこれ実際さ、外で使ってみましょう。はい、はい、あ、じゃあそういうわけで、せっかくだから自転車も試してみようぜ。自転車持っていきましょう。じゃあ、ヘッドライトをつけてみてください。はい。オン。ペダルモードです。うん、違う。普通モードで。いや、10番軽いわ。こっち向かないで、こっち向かないで、かなり凶悪。下向いてみて。こっち見える。凶暴だな。はい、じゃあ。これさ、なんで自転車持ってきたかったらお分かりのことと思いますが、それで自転車乗ってみてください。はい。なんか、すげえのがいったな。なんか光の塊がいきました。戻ってきた、戻ってきた。うわ、うわ、うわ。はい、りょうちくん。はい。父ちゃんこれね、自転車に最適かなと思ったんだけど、ごめん、キョロキョロされるとかなり迷惑だ。これはね、自転車向きではありません。何？虫が、口の中いった。虫がめっちゃ寄ってくる。異様な絵面だな、これ。すげえな。はい、りょうちくん。りょうちくんのタブレットの消毒系ですか、それ。はい。ということで、これ今ね、父ちゃんね、これがね、いわゆるファイヤーフライ。ホタルモード。ここ一回消しまして、これがロー。ローいくつだ？ちょっと近くにした方がいいかもしれない。あれ？反応しないね。あ、来た来た。あ、こんなもんだね。90。で、こいつを長押しで、2035。すごいね。そしてこれが、タボ。スーパーサイヤ人だな。なるほど。こんぐらい違います。はい。操作がやっとく分かりました。まず、何もない状態で長押し。これがファイヤーフライ。一番弱い状態です。で、これを、つくんだけど、これを長押しすると、3つのモード、これ、ロー、ミドル、ハイ、ロー、ミドル、ハイと。切り替わる。なるほど。で、どのモードからでもダブルクリックすると、これがターボ、一番強いモード、でターボの状態からさらにダブルクリックすると SOS です。やっと分かりました。ありがとうございます。何にしてよ、このライトは虫を呼びます。